2018年ですね、中央研究所の中に新たな部署として、今私が所属している株元研究部が設立されました。設立当時のメンバーは、研究、それから営業、宣伝部門から各1名ずつ、責任者の私を含めて数名の混成チームでした。お菓子やアイスクリームの開発を行っている研究所の中では、私たちはかなり異質な存在でした。研究部のミッションは、それぞれのメンバーのスキルを生かしてカムコとの研究から啓発までを一気通貫で実行することでした。とは言いましても、各メンバーの業務経験、過ごしてきた職場の文化、全く違いました。みんなやる気は満々なわけですが、気持ちが空回りすることも多くて、周りとのトラブルも絶えない、そんな毎日でした。新しい挑戦は前途多難でありまして、この多様性のあるメンバー同士をいかにまとめていくか、まずこの最初の壁をですね、乗り越える必要がありました。私はメンバーの気持ちを一つにするための何かが必要だと感じてました。そこで考えました。研究部のアイコンとコードシーンを作ったんです。部署のアイコンなんてちょっと変わってると思うかもしれませんが、何か部署の活動をですね、象徴するようなものを作りたかったんです。社内のクリエイターの方と相談しまして、このような葉をモチーフにしたシンプルなデザインの中に「カムコと研究部」という文字を入れていただきました。カムコとはあえてローマ字にしました。これにはカムコとという言葉をいずれは世界共通語にしたい、そんな気持ちが込められています。そして部署の行動指針を噛みしめる、噛み砕く、噛み合わせる、このシンプルな3つの言葉に集約しました。この3つの言葉には、噛むことをよく理解すること、誰にでも分かる言葉で語ること、そして社内外のさまざまな関係を大切にすること、こういった気持ちが込められています。私はとても気に入ってます。一番気に入っているところは、やっぱり覚えやすいところです。不思議ですが、これを作った時、みんなの気持ちが一つになりました。皆さんの部署でもいかがでしょうか。私からの提案です。私は食品メーカーの一研究者ですが、噛むことを通じて皆さんが少しでも楽しく健康的な生活を送ることができれば本当に嬉しく思います。それが私の原動力にもなっています。皆さんの仕事のモチベーションは何ですか。その仕事は誰かの役に立ってますか。まず自分が何をしたいのか、何をするべきなのか、よく考えることから始めてみてください。すぐに結果が出なくても、やり続けることで開ける道もあります。そしてその道が正しければ、力を貸してくれる人が必ず現れます。そのような思いが噛み合った時に、世の中が少しずつ変わっていくのかなと思っています。皆さん、信念を持って夢を追いかけてください。